さあじゃあ行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 UHB 北海道文化放送非公式チャンネル。今日は、入社3年目、はい、実はゆりこアナウンサーです、はい、UHB のお嬢様キャラ、はい、そうですか。いや、UHB に入ってからですよ、こんなに言われるようになったの。何が得意だったっけ。うん、特技って言われたらピアノとバイオリンって答えましたね。いないのよ、特技でバイオリン言う人。そうですか。いないかな。いないの。まあ、じゃあお嬢様キャラということで。何歳かな。3歳からやってます。二つも。うん、ピアノは4歳かなと。今も弾いてるの。はい、どっちも。音楽がもうとにかく大好きなんですよ。てっぺんでたんだよね、でもね。そうですね。あれなん、どうやって来たの、あれ、てっぺん。フジテレビが作ってる番組じゃないですか。で、系列のアナウンサー全員に、まあ、ピアノ得意な人いませんかっていう多分呼びかけがあって、部長、副部長が、ジス、ちょっと、なんか出してみるって声をかけてくださって、軽いノリですよね、最初。で、動画出して。あ、そうなんだ。はい、弾いた動画、短い動画を出して、出ることになったんですけど。でもその時は、だから、今3年目ってことは、うん、入社1年目のど新人ってこと。2年目の夏ですよ。1年目。まだ自分がテレビに出るってことに慣れてないから、でカメラを向けられることにも慣れてない中でピアノを弾かなきゃいけないから、もうカメラの前での振る舞い方とかも皆さん慣れてらっしゃるけど、私だけなんかちょっとこう挙動不審というか、わかんないですよ。あんななんかあのキー局の大きいスタジオにもう見たことない華やかなセットが組まれてて、でネプチューンの皆さんと加藤彩子アナウンサーがいるっていう状況、もう何もしなくても緊張するじゃないですか。でピアノ行かないといけないから、もうキャパシティーオーバーですよね。そんな音楽好きのチッスーがね、もう実はロケを今終えて、うん、今日は何をやってきたんですか。はい、今日はですね、ゲリラでピアノ弾いてみた。どうでした。初めてでした、ああいう場所で弾くのが。今回行ったのがね、あのコープ札幌ソシア店、モイワのソシア店っていうところでね、はい、うん、主婦が買い物してる。そう、あの本当にね、いろいろ野菜売ってたりパン売ってたりね、いろんなお店のある中のスペースでピアノを弾いて、なんかいろんな音に囲まれてピアノの音を出すっていうのが初めてだったので、面白かった。あのこっち側の目的はチッスーの演奏でどんだけ人が止まるんだろうって。そうだった。そうのテーマにやろうかななんて思って挑んでみたもの、はいはいはい、これね、あの土地柄です。いや、私の力不足でした。そうだね。フォローして。じゃあ見てもらいましょうか。可愛く V 振りしてみて。じゃあ可愛く V 振りとかしたことない。それではゲリラでピアノ弾いてみた、どうぞ。今日あれ弾こうと思ってるんですよ。てっぺんで決勝で弾こうと思ってた曲を。あ、いいじゃない。
ところの人の傾向は分かった、ね、怖いのカメラ。あ、カメラ怖い。だから人が集まるとか気にしないで全力で。分かりました、皆さんご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル
登録、チャンネル登録